地方で焼き菓子専門店を経営しています。現在オープン3ヶ月でオープン1時間前から30から40名の方に並んでいただき、日々 1,2 時間程度で完売させてもらっている状況です。すごいな。その焼き菓子ちょっと教えてもらえないですかね。すいません。はい。月の利益は50万円程度。え、なんでなんでこんなに並ぶのに。この流れをどれだけ維持できるか分かりませんが、次の手としてネット販売、移動販売、直営フランチャイズを考えています。竹之内さんなら同じような状態の時どのような展開をしていきますか。ネット販売はやめた方がいいんじゃないですか。野上さんという食パン専門店あると思うんですけど、あそこも一時期こうずっと行列ができてましたと。彼らが取った戦略は基本的に並ばせる、で待たせるっていうことなんですね。でネット販売は一切しませんと。でかなり遠方地ね、沖縄とかそういったところでお店がない場所に関してはあのネットで販売してるんですけども、基本的にはネット販売してないんですよね。価値が落ちちゃうかもしれないんで、多店舗展開するんだったらやめた方がいいです。多店舗展開をせずにあの1店舗で売り上げ上げていきたいというんだったらネット販売も構わないと思います。移動販売とかもやめた方がいいですね。価値が落ちますね。今直営で1店舗できてるんだったら僕は直営でいいと思います。フランチャイズか直営かってよく聞かれるんですけど、フランチャイズにする理由っていうのはオーナーさんががっつりそのお店に入ってくれて、例えば売上のことをすごい考えないとこう売上が上がらないような業種、そういった業種に関してはフランチャイズがいいと思うんですよ。直営でできるものっていうのは仕組み化できちゃってるもの、一生懸命そこで店長さんとかオーナーさんがお店のためになんかこう宣伝を活動したりとか集客を一生懸命頑張らないとあのできないものに関しては直営はできないんですよ。あんまり向いてないんですよ。リラクルはどっちかというと店長も置かず個人事業主を雇ってマッチングさせるっていうことなので、店長とかに頼らなくて済むから直営でできたということなので、焼き菓子なんておそらくそういう仕組みでできちゃうんで、僕は直営でやるべきだと思いますね。